嗨，大家好，我是史莱猫，欢迎收看 World Zen Club 第四集。今天呢，要前进大阪地区喽，我们就直接开始吧。好啦，其他的分支路线呢，要等全破之后才可以玩，我们就继续开始吧。前进大阪地区。哇，这里我有来过的感觉。きっと大阪にいるって思ったんだけど。是指香草吗？バニラ、どこにもいないね。それどころか、人の姿も見当たらないな。这里完全没人啊。散々探し回ったのに空振りか。ゆきちゃん、疲れたんとちゃうか？そこで休んどってもええで。他在献殷勤吗？ええ。ありがとうございます。でも私大丈夫ですから。そうか。ならええけど。疯狂献殷勤啊！阻止整个生气啊！いやー、それにしても参ったな。ここに来たんは無駄足やったか。はあ？無駄足やったか。で済むような問題じゃないでしょ？京都に行けば。人間に会えたかもしれないのに。へえ。そしたら何か有意義な情報が得られたかも。气氛不太好啊。だが関西のせいでその機会は奪われちまった。ちょ待て。ワイだけのせいちゃうやろ。ジェンヌもパイもモーちゃんも大阪行きには賛成したし、最終的にはお前ら勝て。ああ、そうやって人のせいにするんだ。それってリーダーとしてどうなのかしらね。やがましわい。哇，这个气氛不太妙啊。ええからこれからもお前らはワイを信じてついてきたらええね。そうしてついてきた結果がこれなんじゃない。少しは責任感じてほしいんだけど。なんでワイが責任なんて。え、冗談でしょ。あんたって本当リーダーに向いてないわね。なんやと。この際だから言わせてもらうけど、私たちはずっとあんたのわがままに振り回されてきたのよ。喧嘩の火種をまいてきたのもいつも決まってあんただったし、あんたの無責任な言動のせいで私たちはぐちゃぐちゃに引っかき回されてきたの。もううんざりなのよ、あんたに翻弄されるのは。好像啊。ちゅうこさん、それは。いいから。停不下来。哼，ほなええわ。リーダーであるこのワイに従えんちゅうなら、中古、お前にはもう頑張れ組におる資格はない。等一下、丸才真的是队长吗？明明就写我是队长啊。对啊，凭什么自己当队长啊？救命呀！さすがに横暴ってもんでしょ、それは。うるさい。このワイが決めたんや。誰が何と言おうと、中古は除名にする。上等じゃない。願ったり叶ったりよ。あんたの顔なんて、もう二度。はあはあ、脸色很差哎。ああ、昏倒了。おい、どうしたんだ、中古。你看完才。すごい熱だ。おそらく。你干了什么好事？被感染了！天哪！そういえば中古、神戸でネズミに噛まれて。鼠疫吗？もしかしてそのせいで？だとしたら。鼠咬热。感染かもしれんな。抗生物質を投与しなければ、最悪の場合。这里哪里有抗生素啊？ちょっと関西、どこ行くのよ？我觉得这一集应该是丸才会觉醒哎。ね、一体どこに。先来个预测好了，先预测丸才会觉醒啊。決まっとるやろ。抗生物質を探しに行くんや。去哪里找啊？なるほど、そういうこと。なんやね、なんか文句でもあるんか？別に、もうただなんか
関西らしいなと思ってさ。ええから行くぞ。確かあっちの方に薬局があったはずや。ピエラララ。又是你，艾洛普。お久しぶりにあんた、ピエロピだよ。好烦啊！うわ、また来たんかお前。国営放送の集金。跟讨债集团一样难缠。しけな、そこまでしつこくないだろう。で、何しに来たんや。もしかして。私のことをナンパしに？違う。ナンパやったら恵比寿橋に行くとええみたいやで。容巧え。だから違うって言ってんだろうが。じゃあ何なのよ。聞いて驚くなよ。僕はね、君たち三人を抹殺しに来たのさ。好害怕哦。いや、三人だけじゃない。頑張れ組のメンバー全員もだ。とはいえ、みんなまとめて相手にするのは。さすがの僕でも正直しんどい。各个急迫啊。というわけで、君たちが分散して別行動する機会を。睡着了、完才。寝るな。それじゃあ前置きはこのぐらいにして。まさかこれから恵比寿橋に？行かねえから、前と同じように変身するんだよ。变身啦！又来，哇！螃蟹，什么啦？啊！マジか！螃蟹怪，どうやらあいつ本気みたいね。レイチョ、先手必勝よ。そこにあるでっかいたこ焼きをぶん投げて。哦，地上那个吗？地上那个吗？泡沫攻击！呀！我怕被抓起来了。喂，牛肉，雷九，大丈夫か？哎，我也被抓起来了。これが大丈夫そうに見える？看起来不好啊。関西くん。ここに仲間たちを連れてきてくれないかな。不要中招啊。そしたら君だけは助けてあげるよ。きっと君なら僕の言うことに素直に応じてくれるはず。そう思ったから君だけを逃がしたんだ。何しろこの中で我们变成人质了。一番弱虫なのは。ふざけんな。この愛が弱虫だ。去你的。ああそうとも僕は知ってるんだよ。君が頑張れ組の中で誰よりも小心者だってこと。普段は虚勢を張って見せてるだけで心の中ではママ救我。ビクビクと何かに怯えてる。ほら弱い犬ほどよく吠えるって言うでしょ。半瓶水小叮当。犬っていうよりは狐かな。虎の意を借る臆病者の狐。大丈夫だよ。仲間を売ったところで誰も君を責めたりなんてしないから。だって君を責める人間はみんなこの世からいなくなっちゃうんだからね。さあ分かったらさっさと行くんだ。不要逃避啊。真のリーダーになるにはまずは仲間のことを思いやるなあかん。哦，尼扬出来救援了。たとえどんな救援投手啊。全力で仲間を守り抜け。それが本間門のリーダー注文や。確かに、そうかもしれへん。バイは臆病者の弱虫や。逆立ちしたって、ニヤみたいにはなれそうもない。うん、分かってくれたみたいだね。それじゃあ。せやけどな。リーダーになるのを諦められても仲間のことは絶対に諦められへんのや。要觉醒啦。水哦。什么技能呢？龙卷打法。
果然是棒球啊！ネイジョ、お前が持ってるそのたこ焼きをこっちに向かって投げるんや！丢过去啊！嘿咻，哪里来的棒子啊？哎，等一下，等一下，雷乔跟妞若雷都在上面啊，一起被打飞了。ありがとう関西、助かったわ。どうやら関西も覚醒したみたいね。覚醒？秘められた能力が使えるようになったってこと。ああ、さっきのスイングのことか。不是啊，棒子哪里来的啦？无线电。大声呼叫！雷乔，卡塞，妞罗，聞こえる？啊，感度良好。よかった。突然いなくなっちゃったから、どうしたのかと思って。中古の具合はどうや？今のところ、小康状態って感じかな。いや、要去找抗生素啊。天は看病してるから、すぐに悪くなるってことはないと思うけど。医生的女儿。他のみんなは？これから抗生物。同じくや。ワイラも今から薬局に。わかった。それじゃあ僕らは。临近的医院啊。ああ確か薬局はあっちの方にあるのよね。ああ、バニラを探し取った時に見かけたんや。わかったわ。とにかく行ってみましょう。好，哥哥。哎，不对啊，左边会有贴纸吧？哎，哎，没有哎。哦，这里是最底部了。Go go！ ニョロ、体の方は？え？いや、さっきピエロピに捕まった時に怪我したんやないかと。何よそれ？まあ、一応な。哇，玩彩整个变了。打了 OK。哇，有一颗球。先に行けへんやないか。这个墙壁太突兀了吧？関西、あの銀色の球、バットで打てない？銀色の玉、略して銀玉をバットで。用我的棒子打球。あんま気が進まへんけど。可是我的棒子会痛啊。哦，弯才的觉醒能力，满贯打者强棒出击，还有冲击波可以消灭范围内的敌人呢。好，试试看吧。试试看吧！哇哦，雪雷达！可以一直挥是不是啊？出现贴纸了。手前毒什么意思啊？哇塞！ストップ！銀玉が動いとる。ぶつかったらただじゃ済まなそうね。銀玉の動きをよく見て。動いてる玉を打つのは得意でしょ。真的要打棒球了。ああ、任しときや。中間によろ。今お前も銀玉って。我听得懂日文，一点点。不能开黄腔啊，会被黄标啊。哇哦，全雷打，蛮容易的吧？哎，哦，贴纸，知道怎么用？要怎么触发？にしても、お前なんなんやろな、ピエロピって。私たちのこと、相当恨んでるみたいだったけど。海底遊園地で行われたデスゲーム。それが計画通りに行かへんかったからか。どうなのかしらね。そもそも私たちにデスゲームをさせた犯人は、ピエロピじゃなかったわけ。ああ、そういやパイが言うてたな。输不起才过来找我们。
ワイラの中におる。嘘は。ってことは、あん時のピエロピはその犯人に操られてたってことか。幕后主使到底是谁啊？もしもそうだとすると、まあ考えても仕方ないわね。今はとにかく抗生物質を見つけることに専念しないと。ああ、せやな。现在谁比较可疑啊？螃蟹。なんやあれ？偶然テレビ中継にバッタリ出くわしてもうた。什么和平手势？イエーイ、ピースピースじゃないから。ただのカニでしょ？ただのカニには見えへんけど。什么老螃蟹啦？とにかく、ワイのバットでかっ飛ばしてるわ。Oh. 也到了。好爽啊。欸，我看到了药局可斯利。あったで。見ろ、薬局や。欸，早く中に入って抗生。真的会有吗？欸，又地震了。哇，又回来了。嗨，洛普。さっきはよくもやってくれたな。チッ、証拠りもなくまたやってきよったか。好烦啊。通学路で手品グッズを跟路上常人的保险业务一样烦。例えが分かりにくいんじゃ。難懂的比喻啊。で、今度は何しに来たのよ。もしかして道頓堀に沈んだクーデルおじさんの捜索に。神路道頓窟穿的炸鸡爷爷雕像吗？ちゃう。じゃあ何なのよ。そんなもん言わなくても分かってるだろ。好難懂的笑話。お前ら三人をお好み焼きの生地に沈めて、ぐっちゃぐちゃのねっちょねちょのびっちゃびちゃのぐっちゃぐちゃにかき混ぜてやりに来たんだよ。そんなん聞かな分からんわ。っていうか今ぐっちゃぐちゃって二回。うるさい。いいか始めるぞ。いや、水着なんて持ってきとらんし。クーデルおじさんは捜索しない。ふん、分かったわ。ワイラと一戦交えるつもりなんやな。できれば最初の2行で。为什么要哭？惜しかったけど。何あれ？火球。来ないな、ヘナチョコボールに抑えられるワイやない。ここはワイに任しとき。ええ、頼んだわよ。頑張れ組のホームランを。中心最強打者。よっしゃ。さて、大丈夫や。火球火球火球，碎呀！哦，这边有一颗，哇，没打到，还要打准是不是啊？大丈夫。なんでやねん。不是啊，很难打哎，打不中他。哇，好多颗！不行，过来一点，过来一点，过来一点！哦，中了！不行，我的 CD 时间快没了！哇，来不及了！哇，要充电，要充电！哦，过来了，过来了，过来了！欸，没打中吗？太麻烦了吧。
哦，会跟踪我。哇哦，一次两颗。螃蟹都不过来啊。哎呀，对了对了，完了完了完了，那个 CD 没了，哇，打不中啊。球棍，哇，还是没中啊！抓一下那个位置，好，碎碎碎碎碎，连续两发，我还要注意自己的能力的时间啊。这个位置再一发，是呀，连三发，抓到手感啦！我先躲一下好了，快没 CD 啊！哎，要躲啊！好，趁现在。不会太难啊，但是真的要瞄中有点需要一点技巧，感觉再两下就好了，快点快点快点，这颗刚刚好，哎，没有，这颗刚好好，最后一下，来了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 ，是呀，哎呦，好险哦！哎，哦，赢了赢了！我可以，次こそ絶対必ず。下次绝对把你们打成泰洛普独门酱料。才是爱哭鬼嘞！滚啊！好啦，我们胜利啦！ジュコ、具合はどう？え、すっかり良くなったわ。あ、恢復了。あなたたちが届けてくれた抗生物質のおかげで、ニョロ、レイチョ、二人には心から感謝してる。还有丸仔啊，亲下去了啦，亲下去了啦。もちろん、その関西に。本当にありがとう、関西。さっきはひどいこと言っちゃってごめんなさい。ええね。中国が謝る必要は何もない。直接收服啦。謝らなあかんのはワイの方や。ほんま、すまんかった。じゃあ、除名っていうのは。もちろん取り消しや。いや、そもそもそんなもん、ワイには決める権利なんてなかった。这才对嘛！何もかも、ワイのわがままのせいで、これまでみんなには迷惑ばかりかけてきてもうた。ほんま、悪い思うとる。みんな、ごめんな。そんなこと、僕らは気にしてなんかいないよ。だって、それが関西じゃん。え、さっきの発言は撤回するわ。そういうところも全部ひっくるめて、私たちは関西をリーダーだと。いや、そういうわけにはいかへんね。好想吃河豚哦。これ以上、ワイがこのポジションにとどまっとったら、みんなを危険な目に合わせても。ちゅうわけで、レイチョ。果然还是我吗？哎，不用啦，还要拆掉那个徽章哎。このバッジ、受け取ってくれへんか？可不可以说不要啊？
それってリーダーバッジじゃねえか。レイチャさんにあげちゃっていいんですか。今のワイはこのバッジにふさわしい男にはなれてへん。こいつをつけるにはまだ早すぎたって気づいたんや。せやけどな、別に諦めたってわけあらへん。これから一生懸命頑張っていつかこのバッジを取り返したろう思うとる。みんなから本当の意味で真のリーダーとして認められた時に。せやからその時までレイジョー、こいつを預かっといてほしいね。好，交给我。好，获得玩财的队长徽章。ありがとうな、レイジョー。今この瞬間から頑張れ組のリーダーはお前や。好啦，看到玩财的成长啊，好感动啊。嘟嘟赞，嘟嘟赞。喂，那呀，バッジ渡したら肩の荷が降りたって感じやわ。もうリーダーやないさかい。思いっきりわがまま言うてねえねんな。いやいや、よくないだろそれは。そんなこと言ってたら永遠にバッジ取り返せなくなっちゃうよ。3日ぐらいならええんちゃう。看好了，世界，我玩才只示范一次啊！三天内拿回来啊！好啦，气氛变好了，可是没有香草的下落啊！而且香草到底要来大阪做什么？好，我们要在大阪地区来野营了。完全没有线索啊！好，我们就先跟游戏对话吧。一样照顺序啊。刚才，ちょっと関西が。竹子很有兴趣啊。ちょうどよかった。中子さんも聞いてください。実は私気づいてしまったんです。一度気づいたら気になって気になって。朝思暮想啊。朝思暮想啊，情敌啊。関西さんの的那个，あれ？哪个？関西さんの立派な。哇啊！你们做什么事啊？你们做过什么了？竹子很惊讶啊。リリシ。又粗又长。待てって言ってんでしょうが。あの。他的球棒，あのバットはどこから出してるんでしょう？对，我有这个疑问哎。竹子，你在想什么吗？ほら、どこからともなく取り出してるんですよ。とても不思議です。世界七大不可思議啊！世界の七不思議の一つです。四次元的なものですか？それともエクトプラズム的なもの？一体全体どういう仕掛けなのか？はあ、そんなの本人に聞いてみたら。けっけっけっけ、それは秘密や。そんな、教えてくださいよ。知道有什么对话？マジシャンの手品の種を絶対に明かさんやろ。それと同じや。重点，你们就不是魔术师啊！どういう理屈よ。でもってなんでそれでなって。兵長、私がバカだったわ。こいつらこういうやつだったわよね。好，再来是波奇啊。バニラ、どこに行っちゃったんだろう。大阪に用事があるって言ってたのに。我们的香草妹妹。どんな用事があったんだろうね。バニラが何を考えてたのか考えてみれば、バニラとは当たり障りのない話しかしてない。頭のどこかで幽霊だからって腫れ物に触るように接していたのかも。バニラがいなくなっちゃったのは、はあ、のせいだね。是你们的错。等一下，什么意思啊？什么意思啊？不太懂哎。他不说话了。僕って変かな。不会啊。
のピエロピって何だったのかしら。あいつ何者なの。確かデスゲームの時の復讐に来たって言ってたわね。でもそのデスゲームの目的でさえ謎のまま。パイの話だとデスゲームの黒幕は私たちの中にいるらしいけど。这是幕后黑手。あのピエロピも誰かが。いいえ、そんなはずないわね。ただ裏で操ってる人物がいる気がするわ。それが何者なのかわからないけど、町がこんな風になった原因と関係しているのは間違いないと思う。结果还是没线索啊！玩那么久还是没线索啊！もう一度聞くけど、レイチョたちはバニラの幽霊が見えてたんだよね。そっか。その話だけど、やっぱり信じられないのよね。合理的に考えて、レイなんているはずがないもの。そうそう、死んで幽霊になるんだったら、鬼山鬼海。今頃幽霊だらけになっちゃってるわよ。さすがにこの年になって幽霊を信じろって言われてもね。仮にいたとして、私たちには見えないし、触れもしないんだから、信じようがないのよね。でもその理屈で言えば、いないことも証明できないでしょ？悪魔の証明ってわけ？じゃあ言い換えるわ。いる可能性は極めて低いってね。霊女たちは見えたんだよね、バニラの幽霊。看到了啊。ちょっと、タッツンは信じたわけ？三人成虎啊、没听过吗？三人成虎。半信半疑ってとこかな。シビレンジャーでも霊がいるかどうかは曖昧にぼかされていて。霊女たちはきっと幻か何か見たんでしょ。またバニラに会いたいって思うのに。太想香草了。不是啊、可是我根本不认识香草啊。我是转学生欸。会いたいって思ってないの？根本没看过香草啊。僕は思ってるよ。会えるものならまたバニラに会いたいって。 そんなの私だって思ってるわよ。でもそうよね、それは私たちみんな同じ気持ちだわ。だけどだからって幽霊を信じられるかどうかは話が別。自分を偽って信じるなんて嘘をつきたくないわ。まあ僕もこの目で見てない以上鵜呑みにはできないけどね。好，再来是アニキ。他在想妹妹吗？こんなことなら、やっぱり希望能去东，哦，能去京都啊。忘れたのか。厨子在神户找到了传单，叫我们去京都啊。京都に行けば、人に会えたかもしれなかったんだ。少なくともここに来るよりはマシだった。こっちは完全な空振り。这地方烂透了。浪费时间。とんだ無駄足だぜ。だからって今更京都に行くわけには行かねえ。现在也不能去。一刻も早く東京に帰る方が優先だから。直接绕过京都了。たく。ちょっとでも期待した俺が。なんでもね。想妹妹了。もうあっち行けよ。他还以为来大阪可以看到妹妹啊。小贝，ちょっと関西、今おならしたでしょ。あ、すまんすまん。しかもよりにもよって私の前で。さっきの夕飯に出た大学芋も食いすぎてもうたさかい。ついじゃないわよ。レディの前で失礼でしょうが。レディ。せやからすまんって謝ったやろ。謝ったって臭いものは臭いなよ、このおならマン。お前もおならくらいするやろが、このおならウーマン。レディがするわけないでしょ。あんたと一緒にしないでよ。ちゅうか、そんなきつい言葉遣いするレディがどこにおんねん。もうちょっと女らしくせんと、ほんまモテへんで。这妹放的屁都是粉红色的。心配してもらいたくないわよ。別に私モテたいなんて思っ。あ、なんでそこでワイのこと見つめるんや。脸红屁や。鼻毛でモテとったか。そうよ。毛怪。ボーボーだったわよ、この鼻毛。
人とも昼間はあんな喧嘩してたから心配だったけど、もういつも通りだね。哦，原来这是正常啊。好，这是正常啊。说出对彼此的感受就好了。私も同じようにできたらな。再来是珍妮。大阪に来たのは、私も大阪行きを指示したから責任を感じていてね。だが、正直なことを言えば、京都に行かなくてほっとしてるんだ。说不定那里又是邪教组织啊。私が大阪行きを選んだのはもう一つ理由があって。另外一个理由。話したかな。啊，对哈。私が姉を亡くした話。他的姐姐是去京都，然后遇上大地震啊。姉が最後に行った場所は、今でも姉のことを思い出すと胸が張り裂けそうなほど悲しい。伤心地啊。普段はみんなのおかげで気を紛らわせているが、京都に行ってしまえば思い出さずにはいられない。それが辛くて、みんなすまない。京都に行けば誰かに会えたかもしれないのに。好，小胖，阿嬷。啊，这好吃哦。ばかりだな。せっかく大阪まで来たのに、大阪グルメが全然楽しめてない。お店はやってないし、食材もほとんどダメになってるし、かろうじて食べられたのは関西。玩彩排的乌龙杯面。バニラのことも残念だけど、グルメのことも無念だよ。どこへ行っちゃったの？たこ焼き。串カツ、お好み焼き、ミックスジュース、豚まん、イカ焼き、てっちり、それからきつねうどん、オムライス。え、知らない？きつねうどんとオムライス。谁知道啊？この店はどっちも大阪にあるんだよ。オムライスの方は諸説あるみたいだけど、食べられないとわかると余計辛い。吃不到更欲足啊！決めた。東京に帰ったらまた大阪に来る。そして今度こそ食い倒れるまで食べ尽くすんだ。一路吃到挂。I'll be back. I'll be back. 啊，我按错了。啊，せめてたこ焼きくらいは食べたかったな。好啦，下一个是厨子。病気のことならもうバッチリ感知したわ。ほーらこの通り。病み上がりだから無理するなって？大丈夫。これも飲んだし、HP は満タンよ。超生命体飲料。不要再。ライフガード。不要再業配了。而且出现第二次了，能量饮 Life Guard。七つのビタミン、七つのアミノ酸。这我听过第二遍了。ロイヤルゼリーを加えたエナジー系炭酸飲料、ビタン酸でスッキリ爽やか。飲めば心も体もリフレッシュされる素敵なバイオニックドリンクなのよ。傻眼啊！好了，最后是我们的前队长丸才啊。そのリーダーバッジのこと知りたいんか？実はワイも。それがもともとどういうものだったのかは知らへんねん。兄やんがずっと大事にしとったってことと、真のリーダーだけがつけるのを許されたバッジってこと以外はな。所以就随便给我了吗？だけど、ワイはそのバッジに運命みたいなもんを感じとる。よく見てみ。そのバッジに刻まれたんのは G や。G や。頑張れ組の G。是吗？単なる偶然かもしれん。多分偶然やろ。せやけどワイはその頑張れ組をまとめてくれるシンボルとしてワイらのところに来たような気がしてならんのや。それを今持っとんのはレイチョ、お前や。レイチョはそのバッジを持つ者の責任としてワイら頑張れ組を正しく導いてほしい。てえのはワイが兄やんに言ってもらう予定やったんやで。ほんま嫉妬するわ。改めて頼んだで。レイチョ。哦，就这样啦。跳过录音对话。
会有什么剧情推进呢？本当にごめん。小裴道歉了。なんか期待持たせちゃって。大阪什么都没有。それってバニラのこと。仕方ないさ。バニラが見つからなかったのは別にパイのせいじゃないんだし。きっとバニラのことや。そのうちフラッと戻ってくるやろ。なあ、お前ら、俺のことからかってんのか。からかう？僕らは何もからかってなんか。だったら一体どういうつもりなんだ。怎样啦、兄貴？霊なんて存在するわけねえのに出まかせばっか言いやがって。お前らペテン師だ、詐欺師だ。兄貴、どうしてそんな悲しいことを言うの。气氛又来了、气氛又来了。昔は私のこと信じてくれたじゃない。俺はもうあの時の俺じゃねえんだよ。変わっちまったんだ。バニラを失ったあの夏、あの日から俺の中の全てが。わあ、一緒の兄貴。ちょっとこれってどういうこと？どうしたの？バーベキューなのにマシュマロがないの。啊，超爱吃棉花糖是不是啊？これは前代未聞の悠々しき事態、頑張れ組崩壊の危機だよ。这样来说，果然幕后黑手就是我们其中之一啊。因为那个之前香草的任务是吃一颗棉花糖吗？应该是跟我们很熟的人才会知道吧？知道香草喜欢吃什么啊？そんな大げさな、大げさなんかじゃないってば。バーベキューといえば焼きマロだし。烤棉糖。没有烤棉花糖的烤肉就是垃圾。焼いたマシュマロ、そう略すんだ。焼きマロのないバーベキューなんて、パイナップルのない酢豚みたいなもんじゃない。等一下，等一下，等一下。凤梨，哎，披萨加凤梨是。それは別になくてもいいような。邪门歪道吧。というか、むしろない方。根本是恶行。嘿，嗯，お兄ちゃん。確か1キロぐらい歩いて行ったところにスーパーがあったよね。お前が行けよ。なんでバニラが行かなきゃいけないのさ。这时候的兄貴比较帅。お前が食べたいんだからお前が行くのは当然だろ。それにお前、俺よりも年下なんだし。年齢のことは関係ないでしょ。我们是同一个年同一个年龄层啊。そういえば二人って年子なんだよね。兄貴が生まれたのは83年の4月で、バニラは84年の3月に。ああ、でも今は8月だから、バニラが年下であるのに変わりはない。ムッキー！それじゃあもういいよ。お兄ちゃんには頼まないから。ねえ、誰か、バニラと一緒に買い出しに。ほんまうまいな、この肉。何しろ。A5 ランクの熟成肉だからね。あ、僕がキープしてたお肉誰か取ったでしょ。もうもうちゃんたら、ちゃんと野菜も食べなきゃダメじゃない。もう、あ、はいはい、そうですか。そうだったらもうバニラ一人で行ってくるからいいもんねーと。みんなのバカ、この白状者。大家都是バカ。哇！哇！翌日、夏休みだったが、我々は学校の教室に集められることになった。そこで担任の教師がこう言ったんだ。残念だが。バニラには二度と会うことはできない。バニラは天国に行ったのだと。Heaven。
会不会跟那个密码有关系啊？获得香草的葬礼画像，还打一颗星星啊，是很重要的物件吗？我が殺したんだ。是我杀了他。バニラのこと。違うよ、それは違う。兄貴のせいなんかじゃないわ。もし誰かのせいだって言うなら、あの時あの場にいたみんなのせいさ。哇，大家都在哭哎。这个气氛啊。物心ついた頃から、いつだって俺のそばにいたんだ。朝起きてから、もし本当にバニラの霊が存在するって言うなら、バニラのこと誰よりも一番思ってるのはなのに。哇，可怜的阿尼基，可怜啊。ワイカで同じや。バニラを思う気持ちはワイも変わらへん。私だってそうよ。僕も、もち…バニラのことを考えなかった日など、みんな同じよ。私たちはみんな、胸が張り裂けそうなぐらい。ポチ、パイ、レイチョ。三人はずっと、バニラと会ってたんだよね。バニラ、どんな様子だった？どんなって聞かれても…答えるのが難しいけど、とにかく前と同じように明るくて無邪気。旅の間もずっと。そうだね。バニラは普段通りいつもと変わらない感じだったよ。鹿児島の海底遊園地で目覚めた時からずっと。実はあの時ポットから一番最初に出てきたの。だからあの時はまだ、それで、心細く思ってたら、バニラが声かけて。欸、怎么啦？他怎么突然？很像中邪啊。啊？啊！啊！我一头雾水啊，怎样？なんやねん突然。どうしたの？私思い出しちゃったかも。幕后黑手是谁吗？何よ。犯人さんのことだよ。快讲快讲快讲。あの遊園地で。快点讲。私たちにデスゲームをさせた。不然等一下又忘记了。いきなりすぎて。あ、とにかく聞こうではないか。一体誰なんだ。あのね。驚かないで聞いてほしいんだけど、あの時の犯人さんの正体は、バニラだったの。いや。这样大家更会觉得我们说的是鬼话，更不相信我们了。傻眼。好啦，再来，这里是奈良耶，有鹿可以喂吗？想要喂那个鹿先辈啊？哎，有鹿哎，在后面。しつこいようやけど、もう一度聞かせてくれ。我知道我很鹿哦。なんでバニラはワイラにデスゲームなんてことを。だから何度も言ったけど、あの海底遊園地で目覚めた時、その時にパイはバニラと話したんだよね。話したって言ってもほんの数分程度のことだったし。これからみんなにはデスゲームをしてもらわなきゃいけないの。準備はすでに整えてあるから、あとはみんながポットから出てくるのを待つだけ。時間がないから詳しいことは省略するけど、とにかくこれはみんなの性能を解くためにどうしても必要なことなんだよ。解開洗脳的唯一办法。あの時の我々が洗脳されていたのは間違いない。それを解くためには
危機的な状況に陥らせる必要があった。可是这样，香草也不一定是幕后黑手吧？おそらくバニラはそのことを知っていて。でもなんでバニラはそんなことパイに話したりしたんだろう。あ、それは安心して。デスゲームって言っても、もちろん本気で殺し合いをさせるつもりなんてないから。つまりこれはある種のドッキリみたいなものってこと。像是恶作剧一样。だけど、もしかしたら本当に誰かが死にかけちゃったりするかもしれないでしょ。そんなことになったらめちゃめちゃ困るから。要するにパイは。不測の事態が発生した時のための防止突发事件发生安全装置的な役割を頼まれたと。うん、バニラって幽霊さんじゃない、うん、だから生身の肉体を持った協力者がどうしても必要だったみたいで、科学者の娘としては到底受け入れがたいけど。バニラさんの存在を信じるってことですか。ええ、私も同じ。バニラは本当に私たちのそばにいたのね。这样就相信了。今の話、ポチとレイチョは。もちろん知らなかったよ。不知道啊。旅の間にバニラからは何も。うん。どうしてバニラは本当のこと教えてくれなかったんだろう。バニラが洗脳のことやその解き方を知っていたのも不思議よね。なんでなんですか、アイさん。さあ。バニラに会って直接聞いてみないことにはなん。って言うてる間に大仏さんの前に来たで。大佛像前。うわ、大きいな。怎么跟你妈一样大？お母さんと同じぐらい大きいや。更大啦。なんでやねん。そんなわけあるかい。这是什么烂吐槽啊？好了，蛮好笑的。ここは奈良県。好冷啊，とある有名なお寺の中心に位置する大仏殿だよ。是大佛像的故乡奈良市啊。最終目的地は言うまでもなく東京だ。对，我记得奈良有那个大佛布丁啊，好像蛮好吃的。そこへと至るためには名古屋を経由するのが一番近いわけだが、その途中にあったのがここ奈良県奈良市だったのよね。で。せっかく来たんだからお参りでもしていかないってことになって、我们的路程好像也快一半了耶。このお寺の大仏殿ね。というわけで早速だけど参拝しよっか。ああ、せやな。哇，这个お願いします、仏様。这个佛像吓到我了。元通りになりますように。请将世界变回原貌，让我找到爸爸。哦，想要朋友，希望王才改善他的愚蠢啊！还在想宝石种啊？宝石种可能不存在了哦。电子骑兵不要停播，一切顺利，一切顺利。你再吃下去，绝对不会有啊！哦，果然是前队长啊。哎，我许了什么愿望？香草回来吧。哇，バカバカ。哎，阿尼基没有许愿啊。阿尼基はお参りしないの？当然だろう。我不信鬼神。俺は神も仏も信じちゃいねえからな。さ、とにかく行くぞ。名古屋に向かって出発だ。好，出发去名古屋喽。他们的衣服都不用洗啊。对吼，我没有注意那个日期耶。现在是8月20日啊。好，这里还是奈良啊。等一下，这里还是奈良啊。在铁轨上走啊！
線路の上なんか歩いちゃって。心配すな。列車なんて来へんから。いや、そういう意味じゃなくてさ、線路の敷地内には立ち入ってはならない。これって絶対に守らなきゃいけないルールでしょ。何言ってんだよ、タッツン。人間はほとんどみんないなくなっちゃったんだよ。この世界にはもうルールなんてありゃしねえのさ。でもだからって何でもできるってことにはならないでしょ。例えばどこかの民家に土足で上がり込んで畳の上におしっことか。できる。へえ、アモ。できるね。ポチ。え？什么？それじゃ、それじゃ。打算现在很错乱啊。ゲームセンターにあるマージャンゲームを一人でやったりとか。余裕やろ。小菜一碟啊。楽勝だな。没问题啊。みんな、いつの間にそんなに無料になっちゃったの？バカジョン。タッツンがクソ真面目なだけやろ。对吗？信じられない。妈咪，你看他们啦。お母さん。お母さん。哎，女子组啊，这也是女子组啊。那のこと？在聊恋爱话题吗？もうとぼけないでくださいよ。好きな人のことです。之前不是说过了吗？そんなの、大家都知道了。わかるじゃない。関西だね。就是玩财呀。バカなこと言わないでくれる？誰があんなトラガラの金焼きオタクのことなんか？穿着老虎上衣的棒球臭宅。さんじゃないんですね。ま、そういうことにしといてやる。ゆきちゃんは関西のことどう思ってるの？関西はゆきに気があるみたいだけどね。え？わあ、厨子。そうなんですか？うんうん。それはよかったです。だって私も関西さんのこと大好きですから。两情相悦。有杀气，有杀气呀！あんな低能でガサツで無神経で全然有这回事啊！回ったり、鼻から牛乳ドクドク出したり、雨の日子犬の匂いがしたり、授業中にうんち漏らしたりするようなやつの一体どこがいいって言うのよ！等下，厨子也太关注玩财了吧？气噗噗。あの中古さん、私は関西さんのことだけじゃなくて、もーちゃんさんのことも。タッツーさんのこともニョロさんのことも兄貴さんのこともレイチョさんのこともジェンヌさんのこともコチさんのこともファイさんのこともそれからもちろんみんなみんな頑張れ組全員のことが大好きなんですよ。哦，什么嘛，原来是这样啊。なんだ、あ、そういうこと。まったく中古は乙女なやつだ。それじゃあ聞くけど、ジェンヌはどうなの？愛するものか？もちろん存在していると思う。それって例えるならそれは野に咲く可憐な一輪の花。好中二啊。あるいは真っ青な空を駆け抜けていく白くまばゆい飛行機雲。例えられても全然わからないけど。是在写作文是不是啊？ま。要するに、そういったものの中に私は愛を感じるということさ。ジェンヌらしいわね。いいかお前ら、絶対女子たちには言うんやないで。ワイとユキちゃんが将来結ばれる運命にあるってこと。わあ、ファン厨子クークーあ。すさまじいポジティブ心機。ファンキューキュー。一番ヤバいタイプだな。で、モーちゃんは？僕は実は一番気になってるのはニョロ。ニョロなんだよね。ニョロ？そっかそっか。もうなんで笑うんだよ。あ、すまんすまん。なんちゅうかそのニョロって恋愛対象にならへんような気がしてたさかい。え、どうして？あんなに死ぬほど可愛いのに。可愛い。可愛いじゃないか。モンブランの上に乗ってるマロンブラッセみたいでさ。モンブラン蛋糕上的香甜栗子。それにそれに、ニョロって意外と優しいんだよ。給食の時、僕に人参とかピーマンとか
分けてくれたりするんだから。それは単純に野菜が嫌いなだけなんじゃ。因为你是厨余桶啊。だったらそういうタッツンはどうなのさ。絶対絶対女子たちには言わないでよ。其实我喜欢男生。是这样吗？約束だからね。ああ男同士の。いやそれじゃあ言うけど、僕が世界で一番大好きなのは是妈妈。結婚したいって思ってるの。是我的妈妈。シビレンジャーのピンクだ。粉红电子骑兵啊。好尴尬啊，太尴尬了吧。私はポチよ。ポチが好き。哇，帮小胖 QQ。即答ですね。回答的真快啊。だって頑張れ組の男子の中で一番クールでイケてるのはポチじゃない？真的假的？そうかしら。分かる。小裴懂哎。あ、ってことはもしか。ああいや、確かにお友達としてはいいと思うけど。異性としては見れない。ごめんね。为什么 Yuki 走路的方式那么好笑啊？別に謝らなくてもいいけどさ。それじゃあパイさんは誰が好きなんですか？私は。该不会是阿尼基吧？阿尼基。真的耶。阿尼基。声が超大声的。一体兄貴のどこがいいって。どこがって言われる。有点难解释啊。声とか。脸身高、声音。とか、体つきとか、性格。个性。あれ？大家超级惊讶的。みんな兄貴はもともと。哦，原来是以前啊。现在完全不是啊。今はちょっとひねくれちゃった部分も。でも根っこのところはあの頃と同じで。そっかそっか。哎，等一下，等一下，等一下。啊啊！又回来了。哦，そっかそっか。哎，又是一个两情相悦的。だから違うって。脸都红了。今バニラって聞こえたよね。ああ、行ってみよう。怎么说回来就回来啊？バニラ。なんか寂しくなって戻ってきちゃった。ねえ。一体どういうこと？什么鬼啦？是什么剧情？いる。って言われても、正直なんか実感が。我々にはバニラの姿は見えないし、声も聞こえないからね。もうそんな悲しいこと言わないでよ。バニラはちゃんとここにいるんだから。そうだよね。バニラさん。何か言ってるんですか？バニラはちゃんとここにいるって。プンプン。ねえバニラ、本当にそこにいるのよね。だったら一つ聞かせてくれない？私たちにデスゲームをさせた犯人のこと。あ、パイ行っちゃったんだ。ごめん、まずかったかな。どの道デスゲームが終わったら打ち明けるつもりだったし。なあバニラのやつなんて言うとるんや。あ、ね、そう、やっぱりバニラが。でも本当にみんなのこと傷つけるつもりはなかったの。パイに手助けしてもらおうと思ったのはだからだし。ねえバニラはなんて。あ、もういちいち通訳するのめんどくさいから後でまとめて話してあげるよ。わかったよ。ほな続けてくれ。わからないことがいくつかあるんだけど、まずみんなが洗脳されちゃってるってこと。それはバニラ
ち修学旅行で鎌倉に向かう途中事故にあったでしょ。その直後に何があったのか。実は何があったの。终于要揭晓了。どこからともなくロボットの軍団がやってきて、みんなをヘリで運んでいっちゃったんだ。机器人军队。もちろんバニラはみんなのこと助けようとしたよ。だけどバニラには体がないし、还有灵力哦。ちょっとした霊力を使うことしかできなくて、例えばキーボードを打ったり本のページをめくったりね。でもそんな力じゃとてもじゃないけど、それでそれでえーんえーんって泣きながらヘリに乗ってついていったら、あの鹿児島の海底遊園地だったと。うん。その後すぐみんなはあのポットの中に入れられちゃって、然后对我们洗脑。彼らは思ったよ。これは大変だ。やばい。このやべえことになったぞ。だけどバニラの弱っちい霊力じゃポットの扉をこじ開けることなんてできなくて、しょうがないからその場を離れてみんなを助ける方法を探し始めることにしたんだ。ほらバニラって幽霊さんじゃない。だから立ち入り禁止になってるところでも自由に出入りすることができちゃうんだよ。でコンピューターとか資料とか手当たり次第に調べてみていろんなことが分かったの。1、あのポットはみんなを洗脳するための装置で、装置可以用来洗脑。洗脑完成之后，舱门会自动开启。想要解开洗脑，必须处于生死交关之际啊！哦，所以香草也不算是摸黑手啊。そして時は流れ、みんなの洗脳が完了し、あとはまあみんなが知ってる通りだよ。ってことはピエロピを作ったのも、ううん、あれは映画の撮影所で見つけたの。もともとコンピューターで動く仕組みになってたから、そのプログラムをバニラがちょちょっと書き換えて、それでバングルを作ったり扉に鍵をかけたり、他にもいろいろと彼に手伝ってもらったんだ。それじゃあ旅の途中で会ったピエロピは？それはバニラとは無関係だよ。多分マイクが改造しちゃったんだと思う。マイク。ああ、マイクって神様のことだよね。えひ、うん、それが違うみたいなの。マイクは人工知能。人工智慧。等一下等一下等一下，这游戏的要素太多了啦，太多要素了。聪明的日本科学家创造了它。その科学者が世界をこんな風にめちゃくちゃに。その人はただマイクを作っただけみたい。それが勝手に暴走して。又是机器人的，又是 AI 的。感情を奪って。とにかく。悪いのは全部マイクなんだよ。世界をこんな風にしたのもマイクだし、みんなをポットに閉じ込めたのも。え、それってどういうこと？知ってるでしょ？頑張れ組はある特徴を持った子供たちが集められたグループだってこと。感情を失わなかった子供たち。还没失去感情。それが僕ら頑張れ組。気に入らなかったみたいなんだよね。でみんなをポットに閉じ込めて脳の神経回路をグリ脳の神経回路をいじった。あ、だけど安心して、今はもうちゃんと元通りの状態に戻ってるはずだから。なるほどね。でもなんで旅の途中で教えてくれなかったの？それはそのバニラ、ちょっと変なことが気になっちゃって。ねえ、バニラはなんて？なんかよくわからないこと言ってる。変なことが気になってとかなんとか。なんやねんそれ。什么东西呀。まあいいではないか。バニラは今こうして全てを打ち明けてくれたんだから。うん、はくだらねえ兄貴。
お前、バニラがここにいるってことまだ当たり前だろうが、何度も言うようだが、俺は例の存在なんて。もしかして怖いから？ああ兄貴、本当はバニラが死んだこと未だに受け入れられずにいるんじゃない？だから例の存在も否定し続けてるんだ。それを認めちゃうと、バニラが死んだことも認めざるを得なくなっちゃうから。違う、俺ははっきりと認めてるさ。俺がバニラを殺したってこと。お兄ちゃん、なんでそんなこと言うの？バニラがかわいそうじゃない。ああ、かわいそう、かわいそうだって？お前ら、見えもしないのにバニラがいるって本気で信じ込んじまってんのかよ。ああ、当然ではないか。ワイらはみんな仲間やさかいな。だったらもう俺は仲間じゃねえってことになるな。要气氛起来了。別に構わねえぞ、勝手にしろ。お前らが死のうがどうしようが俺は何とも思わねえし。他要离队了，他要退出我们了。もうお兄ちゃんのバカ。哇，温拿俱乐部简易啊。でも暴气离开了。進行方向は同じだよ。ただの強がりってことでしょ。あと追いかけてきてほしいのよ。真傲娇。さ、とにかく私たちも行きましょう。ツンデレ。ああ、そうだな。哇，接下来还是故事啊，而且还是没离开奈良啊。有火车耶，可以开吗？还是没电啊？好像是电车哎。本当に電車だ。如果是烧柴或是烧煤矿的就好了。いや、これは電車じゃない。客車の前に連結されてるのはエンジンを搭載したディーゼル機関車なんだよ。柴油火车头。つまり電気で動くわけじゃないってこと。だから正確に言うと、これ待て。エンジンを内建引擎。うん。ってことはエンジンさえかかればこの列車動かすことができるんだ。では早速だが、それじゃあ僕ちょっと機関車まで行ってエンジンとか機械類には詳しい方だから。你们不是小学生吗？ポチ頼んだよ。だけど、もしも仮にうまくいったとして、本当にいいのかな？何が？他还在法管那个法规啊。この列車を勝手に動かしちゃうことだよ。烦死了。僕ら誰も免許なんか持ってないし、そもそもこの列車は鉄道会社の所有物なわけで。お前、この後に及んでまだそんなこと。本当だっつんて。真面目戦隊、真面目じゃん。吹毛求疵的收集乖乖牌。你看雷巧在干嘛？捧腹大笑。え、なんで笑ったの？あ、ごめん。バニラがちょっと変なこと言ったから。タッツンのこと、真面目じゃん。そう、我给过。そいつは確かに傑作やな。本当にそんなことバニラ。うん、言った。ってバニラが言ってる。それにしても不便だよね、バニラの声が聞こえないっていうのは。あのその件についてなんですけど、実は私一つ解決策になるかもしれない方法知ってるんです。解決策？ズバリハイパニキークという特殊な機能を食べればいいのです。それってあのロンギ野郎にかけられた洗脳特特に食べた。哇，这个姑长得好像大脑啊。いえ、それはカイバニキーク。ハイパニキークはカイバニキークのハイパー版で。可是这个香菇有牙齿哎，太不妙了吧？
詳しいことは省略しますけど、とにかくそのキノコは加熱調理して食べれば見えないものが見えるようになってしまうのです。確定不是マリオ吗？つまりそれを食べれば中毒啦。見えるようになるっていうの？はい。さあ、为什么 Yuki 会知道啊？声も聞こえるようになりますよ。为什么 Yuki 会知道啊？そのキノコが見つかればバニラもう一度みんなとお話できるようになるんだね。うん。それでそれで、そのキノコはどこに生えてるの？岐阜県の北西部ともう一箇所。岐阜县的西北部。山岳地帯に。ただ。ハイパニキークは幻のキノコなので、見つけるのは至難の技と言われてて。とはいえ、ハイパニキークは茎の部分が空洞になっていて、它的茎是空心的。笛みたいになるんです。当风吹过时会发出声音啊。ファラリロラリロリラ。ファラリロラリロリラ。その音色が天使の歌声のように聞こえることか。ハイパニキークは別名。マッシュルームオブヘブンとも言われていて、確定不是吃了会上天堂吗？天国のキノコ。这名字很不妙啊。ですから、その音色が聞こえたら、近くにハイパニキークがある印ってことになるんです。いずれにせよ、まずは近くまで行くことが先決ね。確か、生えてるのは岐阜県の北西部と、もう一箇所。東京西部の山岳地帯だ。ほな。ひとまず岐阜のことは考えなくてもええやろ。うん、僕らの最終目的地は東京なんだからね。真的是这样吗？真的东京是最后一站吗？あとはエンジンさえかかってくれれば。大丈夫よ。きっとポチなら。不是啊，你们是小学生啊。而且为什么不是科学家之旅去啊？嗯。哎、欸，真的发动了。太扯了，太扯了啊！这游戏太扯了。波吉，这游戏没有逻辑啊！さすがは波吉ね。一群人跳海都可以全部获救了。もうかっこよすぎですよ、波吉さん。ありがとう、波吉、波吉、波吉。ちょっとみんなどうしたの？話は後や。全速开往东京。全速力で東京を目指せ。頑張れ組。頑張れ組。えいえいおう。えいおう。阿尼奇又在傲娇了啦。等一下，真的可以直接开回东京吗？果然没有那么方便啊。这里要干嘛？三重地区，我觉得火车应该会遇到什么事故哦。哇，开起来了！哇，やっぱり電車は早いな。だから電車じゃなくて列車だってば。それからもう一つ。なんで土足でシートの上に立ってるの？うん。ほんとタッツンって真面目んじゃよね。うん、僕は別に真面目なんかじゃ。それにしてもよかったな、ポチが運転できて。列車を運転するシミュレーションゲーム、火車模拟游戏やったことがあるみたいで。作りが同じだから楽勝だよって。このペースで行けば東京なんてあっという間だな。東京か。僕らやっと東京に帰れるんだね。哇，怎么了？なんや今の音？後ろの方から聞こえてきましたけど。行ってみよう。该不会又是派洛普吧？哼。阿尼奇又怎样啦？不来帮忙哎、欸。好，下一个是谁会觉醒啊？好好奇哦。ピエロロロ！又是你啊！お久しぶりのテリヤキ。
ピエロピだよ。要来几次啊？お前また来たんか。本当懲りないわね。負けても負けても立ち上がり、諦めることなく挑んでいく。それが僕という人間の生き様さ。あんたは人間じゃないでしょ。うるさい。うるさい。何しに来たの？複雑な家庭環境。教えてやろう。僕の目的は。大发慈悲地告诉你吧。一つ目は、我来杀掉你们的。皆殺しにする。二つ目は、フロリダのパームビーチに別荘を建てること。关我屁事啊！そして三つ目は、我要惩罚叛徒。お仕置きをすることさ。小培吗？二つ目についてはいいと。三つ目の裏切り者というのは。とぼけてないで教えなさいよ。刚刚是在吹口哨吗？ねえ、あんた一体何者なの？もしかしてアンゴルモアの大王だったり。それってノストラダムスの。又来又来。什么安格鲁摩阿大王？違うよ違う。あいつはマイクに改造されたただのロボット。本当の目的はみんなをもう一度捕まえて。ま、そんなことどうでもいいじゃんか。僕の正体なんかよりショータイムの方が重要でしょ。ショータイム？そう。そろそろ始めようかと思って。要变身了吗？貴様らを葬るための。埋葬你们大家的屠宰场。又要变身了。哇，这是，欸，我猜是达森，这个很像那个什么战队的机器人啊。あいつまた変身を。こいつは一筋縄ではいかなそうやな。一体どうすれば？达森在发抖。ここは一時撤退だ。前方の車両へ逃げよう。了解。喂，达森，快跑啊！他在发抖。何やってんのよ。果然主角是达森啊。我假装是出生之毒。このタイミングで。足がすくんで動けないだけじゃ。イエロロロ。やっぱりね。レチョ、タツンを背負って逃げてくれる？こいつは私が引き止めるから。いいから行って。私のことなら大丈夫だから。不要立フラグ。行くわよ、バケモノ！うりゃー！卡拉姆酒、没了、没了。袋の中身が空っぽ。ってことは。わー？为什么雷乔又被抓住了？这个画面似曾相识啊！怎么又来？僕と戦おうっていうの？暴力で解決するつもり？そんなことしちゃっていいのかな？そうだ。どんなことがあっても暴力を振るっちゃいけない。それはお母さんからずっと言われ続けてきた、とても大切なルールで。だよね。というわけで、そこどいてもらえる？ほら、さっさとどけって言ってんだよ。感觉达森要变身了。快点用腰带变身啊！なんだと？タッツンがクソ真面目なだけやろ。本当タッツンって真面目んじゃよね。僕
は真面目なんかじゃない。僕は本当は畳におしっこもしたいし、麻雀ゲームも超したい。極悪非道で残虐無慈悲な、我中二啊！我是独行狼，暗黑英雄。哇，真的要变身了！正义通电，真的要变身了！哇哦，什么啊，好丑啊！他可以放电是不是啊？好帅哦！咆哮闪电、狂暴电浆、超级电，好帅啊！输了战役却赢了战争，是我的处事态度。その場合の肉って私たちのことになるんじゃ。达生整个变了啊！うるさい。闭嘴，丑八怪。ブスって言った。とにかく行くぞ。ブスって言った。哇，厨子好难过。うなれ稲妻、怒れプラズマ、ハイパーエレキ。没打中啊！頭おかしいんじゃないか？あれをまともに食らったら、こいつら二人とも死んでたぞ。かもな。かもな。くそ。困ったらもうこいつらはポポイのポイと。さよなら。啊！大丈夫か、二人とも。うまくいった。この隙に前の車両に向かわせてもらうことになってったって、僕の一番の目的は。叛徒是谁啦？というわけで、ピエロララ。早くあいつを追いかけないと。行くぞ。ちょっと待ちなさいよ。有够中二的。ねえ、さっきのビリビリってやつ、もし直撃してたらどうするつもりだったの？すべて計算づくだ。あいつが避けられるようスピードを緩めておいたのさ。それより怪我はないか？まあ一応。そいつはよかった。顔に怪我でもしてそれ以上ブスになったら目も当てられないからな。またブスって言った。っていうか何なのよそのキャラ。あんた本当にタッツンなの？タッツン、それは世を忍ぶ仮の姿。お前はシビレンジャーブラック。暗黑電子骑兵。邪悪を持って邪悪を制す。以二制二啊。シビレンジャー第六の戦士だ。第六位英雄。まさか妄想で考えたオリジナルキャラじゃ。没有没有，这个绝对想很久了。とにかく很中二啊。あとのことは俺に任せて。戦力にならないブスは引っ込んでろ。わ、私はブスじゃないわ。銃の銃よ。そうか。なら言い直そう。略高于一般水准的洛基。銃の銃は。というわけにはいかないわ。だったら勝手にしろ。好烦啊！哇，要走上面啊！怎样怎样？那个什么？今の標識って何？シビレンジャーブラックに恐れるものなどない。いやでも。何か注意しろって感じの標識だったような。是高压电吗还是什么？ほら今こそ。
危ない危ないところだったじゃないの。シビレンジャーブラック的には余裕だったがな。かなりギリ。全て計算づくだ。どんな計算よ。とにかく気をつけて進みましょう。哇死了要怎么躲？快点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 ，ところでタッツンも能力使えるようになったのね。ああ、レイチョやチューコと同じようにな。ほんと、何なのかしらね、この…さあな、ただなんとなく…マイクってやつが関係してるような気もするな。マイク…マイク有关啊。現在不是聊這個的時候吧。快走啦。怎麼樣，有隧道啊。今の標識は…また何かあるのかも。チューコ、よかったら先に行くか。お前が先に行ってもいいと言う。もしかしてビビってる？バカを言うな。冗談は顔だけにしろ。你想逗我笑的话，看你的脸就够了。去了就。とにかく。哦，隧道啊！暗くてほとんど何も見えない。よかったな、中古。ここでならモテモテだぞ。为什么一直呛他啦？どういう意味よ？トンネルを抜けるまで待っているわけにはいかない。照らすものって言っても、あ、そうだ。さっきのビリビリってやつ出してみたらどう？あれなら明るいから照らせるはずよ。待て。ハイパーエレクトリーが崇高なる攻撃波動で超級電波变成拿来照明灯だ。じゃあこのまま暗い中を歩いていく。やむを得んな。崇高なるハイパーエレクトリーを照らしてやるか。タツンがいれば急な停電でも安心ね。そういう言い方はよせ。好啦，正义必胜，电子骑兵觉醒能力啊。好啦，可以放出超级电波了。好像听到什么声音哎、欸？啊！哇，死得好惨啊！原来有洞啊！这里也有洞，黑暗电子骑兵，稀有贴纸，哇！戦闘車両に乗り込もうと。おい、シュート、タッツン、レイジャー、お前らそんなとこで何しとんねん。え、さあ、扉の隙間からかすかにな。ってことはみんな戦闘車両にいるのね。そうや、今必死になって扉を押さえつけとんねんけど。シュート、タッツン、その格好は何やねん。シビレンジャーブラックだ。我是暗黑電子騎兵。シビレンジャーブラックだと言っている。タッツン、頭でも送ったんか。いいから、その件については後で話すわ。今はそれよりあいつのことなんとかしないと。なんとかって。ああ、まあ、このシミレンジャーブラックがいる限り、お前らには指一本触れさせはしない。とにかく切ろうよ。それじゃね。ち、追いついちゃったみたいだね。
観念するなら今のうちだ。何言っちゃってんの。たまたま優先順位が低かったから君らのことは相手にしなかっただけなのに。ってことはお前の真の標的は。だとしたら別に。まあいいや。それじゃあ面倒くさいけどまずは君らの方から処分することにして。おう上等じゃねえか。行くぞ。列車の上での戦いか。火车上的战斗。確かこの展開は劇場版シビレンジャーで。左手断了。左手壊れてるのか。为什么？左手を攻撃できれば楽に倒せそうだな。好，开战，开战，开起来！哇！好，先变身啊！哇，我好烂啊！好，我知道怎么闪了，只是我的活动力很差啊。总之先变身啊！好，洛基，洛基，大丈夫的，不要过来，变形，哇，好弱啊！好，赢了，谢。哦，所以他伸出左手打我之后，攻击他会扣很多血。他的左手果然受伤了。ね、僕は真面目なんかじゃないでしょう。好了好了，太中二了，我看来都尴尬啊。精疲力竭。刚刚是我体内的黑色冲动啊！ジェヌ、タツンは大丈夫なの？ああ、少し休めばすぐに良くなるだろう。そう、よく。タツン、俺たちのために。え？今お兄ちゃん。又怎么啦？な、何かな？すぐそこ、二両目の方から聞こえてきたけど、まさか、もしかして。还不放弃呀？他好烦啊！なんであいつがここにおんねん。確かにタッツンの電撃で突き落としたはずなのに。悪いけど僕、執念深いタイプでね。まずいな。タッツンはもう戦える状態ではないし。ここはもう一度撤退して何か作戦を練った方が。よし、みんな急げ。とりあえず戦闘車両へ逃げ込むんや。哎，听到了，香草听到了。傷つけようとするようなやつ。
バニラは絶対許せないんだから。バニラ。さあ早く扉を閉めて。ちょっと待って。まだ兄貴が、兄貴が向こうの車両に。何？今度は何なの？あ、兄貴さんが、兄貴さんが外したみたいです。何を？この車両と2両目の連結部分を。あのバカ、一体何考えてんのよ。わあ、ここは俺に任せろ。ちょっとお兄ちゃん、正気？何カッコつけとんねん、お前！いいから俺のことは気にするな。お前らは扉を閉めて、そこでおとなしくしてりゃそれでいい。バカなこと言わないで。さあ、早くこっち。ただのビクネボーだと思ったら、意外と根性があるんだね。うっせえ、グダグダ言ってねえで、かかっ。この俺が相手になってやる。いいだろ。兄貴！我很努力地思考，脑袋瞬间全速运转。现在该做什么？我的第一个想法是跳到阿尼基所在的后面车厢，这样就能帮助阿尼基。这个选项很合理啊。通常我不会去想其他方式，但是由于某种原因，我有了另外一种想法，就是去按那边的紧急停车按钮。如果按下去，就会启动刹车，前方的车厢就会跟后方相撞。惯性定律就会使派洛普往前冲。但是这么做的话，阿尼奇会没事吗？还不止那个啊，这节车厢的所有人都会暴露在危险中。啊，我知道啊，我都明白啊，但我就是，我到底该怎么做啊？快想，跳进阿尼奇在的第二节车厢，还是按下按钮启动刹车？哇，这边也有分支啊！深思熟虑后，我选择。等一下，啊，怎么了？我停下来了吗？啊，什么意思？不能按这个，强制走这个路线啊！跳到第二节车厢。可恶啊！我只剩这个方法了。没事的，我知道会成功。我只需要救出阿尼基。跳啊！等一下，刚刚是我太慢还是怎样？那个选项消失了耶。好一个强制啊！哎呀，停在这里真的是……好啦，可是这个时间差不多了耶，先中断在这里好了。好啦，非常感谢大家的收看啊，我们下次再继续玩吧。那我们就先玩到这里喽，大家再见，拜拜。